ポリミド機能品開発部、ポリミドグループに所属しています中本翔吾と申します。2017年に入社しまして、最初はナイロン関係の開発に携わってました。2021年の4月に今のポリミド関係の開発の部門に移動になりまして、ポリミドの中でもフィルム関係の開発に携わってます。電子機器の回路基板材料に用いられているポリミドフィルムの開発に携わっています。で、最近ですと高速大容量通信の 5G 用途に対応できるポリミドフィルムと新規材料の開発を行っています。いかに効率よく業務を遂行できるかっていうところに重点を置いてます。新規のポリミド材料を開発するにあたって、ポリミドをこう作り出す重合って言われる工程があるんですけれども、それ以外にも一つ一つの操作にどうしてもちょっと時間がかかってしまいまして、でそうするとある一定の期間内で検討できる材料の数っていうのがどうしても限られてしまう。で今市場のニーズの移り変わりのスピードってものすごく速いので、そういったものに対応するために、どういったポリイミドの種類を、どういった順番で、どういった方法で、どういったスケジュール感で最も効率よく、迅速に進められるかっていうのを常に考えながら業務に当たってます。前の部署での話になるんですけど、初めての出張が海外出張だったことです。当時2年目の初めぐらいに、上司から海外出張に行ってみないかということで、上司とあとは営業の担当の方と私で海外に3人で行きまして、初めての出張だし初めての海外だし、で正直少し怖かったんですけど、何度もそういった経験をこう積み重ねていくごとに、2年目の終わりの方ではもう上司いなくても技術者としては1人で対応できるようになって、現地で技術ミーティングをしたりとかディスカッションしたりとかっていうことができるようになってました。こういった貴重な経験っていうのは若手のうちから成長できる機会っていうのをこう与えてもらえる会社なんだなっていうのを感じたのをすごく覚えてます。前の部署も開発部で、今も開発部なんですけど、技術者の部署の中でも開発ってお客さんとの距離がすごく近い部署だと思うんですよ。で実際に技術報告書をまとめてお客さんに提出したりとか、直接行って説明したりとかっていう機会も結構ありますし、直接触れ合う機会が多いので、そこで店舗 その生産トラブルの解決策を提案したりだとか、その解決策でうまくいった時に感謝のメッセージを受け取ったりすると、自分の仕事が直接的にこう役に立ってるんだなっていうので、そこはすごくやりがいを感じます。まずはさまざまな事業を幅広く展開している総合化学メーカーであること、それから一番大きな決め手になったのが、何社かその会社説明会に参加して社員さんとお話しさせていただいたんですけど、その中でも UBE は圧倒的に雰囲気がこう柔らかいというか、優しい雰囲気というか、そういうのをものすごく感じまして、でもその場でここで一緒に働きたいっていうのをフィーリング的に感じたのが一番の大きな理由です。UBE の説明会って他の企業に比べてものすごい数の技術者の方とかがこう参加されるんですよ。就活生対社員さんっていうこうねお話と、あとは社員さん同士が会話してるところとかも見れるんですよね。でその時にこうみんな笑ってたりとか、すごいリラックスしてたりとかっていうのを見て、あもうここで働きたいなって思いました。学生時代に思ってたものづくりっていうのが、今の現行品よりもより高性能で高機能なものをただただこうどんどん追求して作り出すっていうイメージだったんですけれども、実際に入っていろいろ経験していくと、もちろんその高性能なものを作り出すっていうのは軸にはあるんですけれども、それだけじゃなくて意外と性能は現行品のままで、コストを少し落とした材料が欲しいっていったニーズも意外と多いっていうことを知りまして、ただただ高機能な高性能なものを目指すだけじゃなくて、コストとその性能のバランスっていうのをかなり意識しながら開発をするっていうのがすごく大事なんだなと気づきました。仕事に関する会話が中心ではありますけど、それ以外にもいろんな話しながら笑いながらこう仕事してるような感じなんで、すごく雰囲気はいいと思います。柔らかい雰囲気というか優しい雰囲気というのと、すごい優しい方が多いので、年齢関係なく何かわからないことがあったりしたら、すぐに聞けるような人も多いので、すごくやりやすいです。
こういう人が開発にいるとありがたいなって思うのは、まあ、何か新しい開発に取り組むとか、まあ、会議中とかに、まあ、よく発言をして問題点がどこにあるのか、今何について考えないといけないのかというか、まあ、そういったところを的確にこう指摘してくれる人がいると、まあ、自分が気づかなかったようなところに気づけて、まあ、すごく開発の効率も上がりますし、まあ、そこはすごくありがたいなと思います。誰でも、まあ、すごく話しやすい環境にあるので、年齢関係なく、例えば僕の本当に2個上の先輩とかでもバンバンこう会議で指摘しますし、まあ、そこは見ていてすごいなと思います。まあ、2年目で3年目とかの若手のうちからでも担当しているテーマを主体的に進めさせてもらえるっていうところが魅力の一つかなと。もちろんそのなんでこの実験がしたいのかとか、なんでこの検討がしたいのかっていう理由はもちろん必要なんですけれども、かなり自由度が高くて個人の意見を尊重してくれる社風があるんじゃないかなと思います。市場の動向っていうのを的確に分析をして、現状のニーズっていうのが何なのかっていうのをいち早く察知して、それを開発に最大限に活かせる技術者になりたいと考えてます。で、開発っていうのはどうしてもそのトライアンドエラーの繰り返しで、なかなかうまくいかないことの方が多いんですけれども、いずれは世の中をより便利にする革新的な材料みたいなのを、いつかは開発できたらなとは思っています。先ほどもちょっと言いましたけど、UB はすごく優しい方が多くて、雰囲気もすごく柔らかいんで、誰が来てもすごく働きやすい環境だと思いますので、ぜひ UB に来ていただいて、一緒にお仕事できたらなと思います。